寝対決。さあ、ネタ対決のコーナーがやってまいりましたが、若干絞り込んでおりませんので、お二人でちょっとだけ話しててください。まあまあ、そういうこともあるでしょうね。厳選10作品だけしか紹介されないという、で判定するのはこの男でございます。誰が読んだか判決大名人、中井中也でございます。今日ちょっとなんか髪型変わったですか？キリはもう切ってもう2週間ぐらい経ちますけども、まあ、最近帽子をかぶることもありますので。そうなの？でもうペチャッとなる可能性もある、ね、あ、じゃあ今日は帽子をかぶった後だと思います。今日は髪型がちょっと変わってるような気がします。そうですか。私の髪型だけでおそろいです。あ、やっぱ、まあ、この時期やっぱ紫外線がきついので。は？ああ、もう私はもう日よけのためにこの帽子かぶってます。この人はね、焼けないんですよ、はい、もうただ赤くなってかわいそうなぐらい、もう腫れる、腫れると言ったらおかしいけどな、まあ、日焼けというか、火傷に近いそうなんで、もうなるべく、まあ、日焼け止めを塗りますし。あ、そうよね、確かに中也君って外で仕事に出るときって大概長袖着てたりしますもんね。なんでこの暑いのに長袖着てんのって言ったら、確かに日焼け。運転の時はまあ、言うたら女性がやるようなアームカバー、ね、アームカバー、女性が黒いのやるでしょ、袖に使ってんの。やります、やります。だから何年か前からそれをやって、はい、でこれがちょっと面倒くさいなっていう時は長袖を外に出るだけ羽織るとか、ね、もう究極はやっぱあれですね、フルフェイスでこう、あのサンバイザーの大阪のおば様がや、お姉様がやってた、サンバイザーの仙台もみたいなやつですよね。顔全体が隠れる真っ黒いやつが本当は欲しいです。そう、まあでもね、これ肌のことですからね。そうなのよ、やっぱあれ痛いんでしょ。やっぱり痛いですね。そうね、軽いやけどみたいになるわけだからね。結構でもダメージくるでしょ皆さん。もうそう、年取って年取ってから来ますよ。本当くるよ、あの首とか焼けた日にはもうえらいことになりますもんね。気をつけましょうね、本当ね、はいはい。ああ、選び終わりました。お疲れ様でございました。今週はですね、うん、あ、ごめんなさい、その前にルール、うん、皆さんからたくさんいただいてるんですが、その中から10作品だけ選ばせていただきました。で、東方西方と分かれまして、5回戦、別に5回戦目がいいのが残ってるというわけではありません。もうランダムに選んでおります、はい。で、その1回戦ずつやりまして、東方西方で1回勝利したら1ポイント獲得で、うん、この勝利はどうやって選ぶかというと、判決大名人中井中也が選びます、はい。中井中也さんは誰の作品か全く分かりませんですね、はい。それで、勝ったら1ポイント、そしてその中5作品勝ちますけれども、その中の一つが今週のケツ王、まあ、言うたらチャンピオン選ばれまして、その方はプラス3ポイントですから、その人は4ポイントになると、はい、うん。これ誰かスタッフがちゃんと数えて、ね、数えております。足し算というかしてますんで、はい。で、半年に一度集計しまして、まあ長いですから皆さん頑張っていただいて、で9月末のちょうど半年に一度まあ決代用が決まる、その日が誰になるかっていうのはまだ全く分かりませんから、このままいくと600回記念になる。そうなんですよ、だからすごい商品を用意しようと思っております、うん、はい。スタッフ大丈夫ですか？これだけでも煽って頑張らしてるんですから皆さん、ケツ叩いて。まさにケツだけに、いやいやいや、出たいケツだけに、トップ取った人にはね、何あげます？まだ今から何か言わん方がいいんじゃないですか。あ、そうですか、うん。まあ、何か頑張りましょうよ我々も、うん、はい、もうそんなにそんじょそこらで 手に入らないようなものを。そうですよね、うん。これが上沼恵美子さんやったら、じゃあ松山城で曲げましょうかっていう風に展開になると思いますけど ね。 でも残念ながら上沼恵美子はいないもんですから、ね。私はオーボラ吹きネタは私は持ってませんので、はい、何のこっちゃね。いきます、はい。やっぱりね、傾向として今週は、うん、冷やし中華始めましたですから、何々ましたというのがやっぱ多いですね。まあまあ、その方が作りやすい、それぐらいからいきましょうかね、はい。では1回戦東方、中華料理屋さんで冷やし中華始めましたの隣にもう1枚不思議な張り紙、老眼始まりました。はいはいはい、はい、私のことかというような。冷やし中華始めました、老眼始まりました。あ、この店の大将もね、ちょっとウィットに飛んだ大将なんでしょうかね、うん。あ、老眼始まりました、みんなプッと笑うでしょうね。で、まあ、ちょっとみんなね、なんか書くときは大きに書いとかないかな、注文とかバイトの子もね、伝票を大きめに書いた方がいいなみたいな。1回戦西方、私たちが作りました。
いいですね。あ、冷やし中華始めました。私たちが作りました、うん、あの矢印も書いてあります。よくあのスーパーの農作物のところに、ね、私が育てました。私たちが作りました。当たり前なんですよ。その店に行ってるんですから。当たり前なんかという。いや、ちょっとこう奥深いですね。なるほど、いいですね。いいですか、もう勝者。はい、勝者1回戦、はい、私たちが作りました西方の勝利です。ありがとうございます、はい、勝者は松山出身淡路の中学生落語家。中学生落語家ワンポイント。残念ながら負けたのは安文姫。あ、残念。2回戦東方冷やし中華始めましたの隣にもう一枚不思議な張り紙。子供の喧嘩に大人が出ました。もう絶対ダメですよ、本当に。絶対ダメですね。そんな報告いらんですね。あ、いいですね、面白いですね、今週も、まあ、2回戦西方近日公開冷やし中華始めました2禁止卵の裏切り。こめくり回しましたね。あー、これかなり、私個人的に好きだな、これ。両方ともまあレベル高いですね。禁止卵の裏切り。はあ。禁止卵には裏切られたくないですからね。本当ね。紅生姜には裏切られてもいいですから。私は紅生姜を裏切ってやりますから。禁止卵やっぱりちょっと外せないですよね、やっぱね。あれがないと、なんか、寒いのに布団着てない感じがします。そんなことないと思うよ。例えば。なことねえやろ。例えば今一番。なことねえよ。さあ、2回戦、はい、勝者。子供の喧嘩に大人が出ました東方の勝利にいたしましょう。ありがとうございます。勝者ニューケムマキ君。ニューケムマキワンポイント。敗者カラコンゲ。なあ、カラコンゲ残念。名勝負でしたね。これが果たして矢野さんと中也に分かるかなと思ったんですが、あえて選びました。3回戦東方冷やし中華始めましたの隣にもう一枚不思議な張り紙が。伊佐山博子雇いました。ごめんなさい。これ何でした？ああ、ごめんなさい。分かってる人は今爆笑してるかもしれない。その爆笑のキャラなんですか、伊佐山博子っていうの。役名ですか。いや、あ、それはまた説明します。ごめんなさい。分からんかったかな。やっぱりな。3回戦西方。ラーメン一丁の掛け声に美しいビブラート加わりました。あのじゃあ冷やし中華頼めんじゃん。カメのおばちゃんの声が今頭に浮かびましたね。そば行っちゃう。ビブラートというミーが言ってたんですよ、はい、ムーミンのミーだったんですよ。ムーミンのミーが。これはもう昼夜しょうがないね。これはあ、そうですね。まあ勝者、ラーメン一丁の掛け声にビブラート、西方の勝利にしましょう。ラーメン一丁みたいなんでしょうか。あ、ビブラート。え、ビブラートって何なんですか。ララ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 イチョーみたいな。あー、なるほど。あの、ヨレリーヒーみたいなことですか。うん。東京のあるお蕎麦屋さんとか、はい、私、広島で体験したんですけど、うん、独特なね、いらっしゃいませを言うんですよ。普通、お客さん入ってきたら、いらっしゃいませ。いや、どんな感じでお客さん、元気に。いらっしゃいませとかね。みたいな、うん、あ、どうもいらっしゃいませとかでしょ、普通、うん、その。僕は広島だったんですけど、いらっしゃいってみんな言うんですよ。女性の店員さんもみんなが、いらっしゃいで、なんかそういうちょっとね、独特の言い方するのは東京の有名な、あ、そば屋にもありますね。あ、そういうとこあるんですか。あるらしいんです。ちょっとちり紙交換みたいですよね。いらっしゃい、広島の方で分かるよっていう方、RY、あっとはもういいです。豆腐屋はそうでしょ、美しい。豆腐っていうのと一緒でしょ、いらっしゃい。いらっしゃい。美しいビブラート、勝者はフェルナンデス。あ、フェルナンデスワンポイント。残念ながら私には認められたが、二人は分かってくれなかった。伊佐山博子は、風の谷の馬鹿。伊佐山博子は、渋い女優さんで脇役の、北の国からのラーメン屋さんで、純が泣きながら謝って、ラーメンをなかなか食べられない時に、もう閉店なんですけど、ってしまうんです。だから、五郎が、まだ子供が食べてるじゃないか。まあ、名シーンの。そう、名シーンです。そう言われたら、なんとなくこう、おぼろげにこう、なんか分かるような気がします。中華料理屋だしね。伊佐山博子って、このチョイスがすごいな。ああ、すいません。まあ、いえ、だそれはしょうがないですよね、はい。4回戦東方。冷やし中華始めましたの隣にもう一枚不思議な張り紙が。冷やかし中華います。
これはね、冷やし中華をちょっとひねって冷やかし中華って、なるほど、しかもこの中井中也、判決大名人を、ね、冷やかし中也います、うん、うまくまとめてくださいました。4回戦西方、よくパンクするので空気入れを買いました。知らん。あ、だから配達行ってんのよ、配達。ああ、で、どうでもいい報告系がね、どうでもいい報告系。自転車で来てるお客さんとか、おじゃあちょっと空気入れ貸してよみたいな、はい、そういうことなんじゃないですか。うん。さあ難しい。ああ、そうですね。これこそ判決大名人。まあ好きな方でいいですか、ね。はい。じゃあよくパンクするので空気入れを買いました。西方の勝利にします。はい。勝者鼻毛ザウルス。鼻毛ザウルスワンポイント。敗者中さん。中さん残念、うん。さあ最後ですよ。5回戦東方、冷やし中華始めましたの隣にもう一枚不思議な張り紙が。その時どう動く。なるほどね。あ、はい、5回戦西方、ハイリスクハイリターン。これは両方ともの何々しましたから外してきてるのが、うん、ね、5回戦残っておりますが、ハイリスクハイリターン、両方考えさせられますよね。なんかね、この冷やし中華の味がどうなんだっていうところにちょっとこうね、あの並べのような、そう、これ並べて考えた場合の面白さですからね、パッと頭の中で皆さんも、はい、大概あの周りが赤い紙に、うん、とか黄色い紙、ね、どっちかですからね、なんか焼き生姜定食いくらとか、なんかそういうの書いてられるわけですよ、うん、さあ、はい、勝者は、ハイリスク入りた西方の勝利にいたします。、はい、西方三ポート初仮務賞、三ポート初仮務賞ワンポイント。敗者団子の嫁でございます。団子の嫁も残念でした。その時どう動く。でもこれあのほとんど紹介されてませんので、はい、もう本当初めましてなんかいうのも本当呼んであげたんですよ。黒とはとかね、でもねしょうがない、同時あなたのあんこさぬき、ボンジョビ交差点、ボンジョビ交差点です。ラジオネームだけやったらもう読むんですけど、黒金の城、リンシャン解放、ダン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 、リヒカベン、ドクターリトハフ、ヤノッティ、8割ホルモンなどなど、まだまだこれいっぱいありますからね、3倍ぐらいまだ。すいません、でも10作品しか紹介されないんでね、はい、そういうルールになってますんで、本当さあ、それでは中井判決大名人、昼夜が選びます。今週の決王は、3回戦西方、ラーメン一丁の掛け声にビブラと加えましたフェルナンデスさん、今週の決断王です。ラーメン一丁でございますね。ちょっとでもこれ注文、はい、あ、そのビブラートが聞きたくて注文してしまいそう、ね、だから冷やし中華の全然注文が入らんねん。ラーメンばっかりになる。だから冷やし中華にしては、張り紙からしては、何やお前っていうことでね。せっかく始めました、出しとんのによっていうね。さあ来週も10人まず目指して頑張っていただき、はい、頭をひねっていただきたいと思います、うん、来週は好評替え歌シリーズ、走れ走れ孝太郎、本命やなうまかき分けて、はい、このフレーズで最初の走れ走れをの命令形だけを生かしてあとは自由です。は、まあ、例えば食べろ食べろカレーライス、なな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 なとかね、肩もめ、肩もめ、もっと強く。だから、最初の命令、走れ、走れでしょ。ああ、なるほど。だから、別に、孝太郎とか、名前を、矢野博美とか、楽三郎とか、名前を入れんかっても構わんし。そこだけ、命令、走れ、走れ、なんとかなんとかって、命令系だけを生かして、あとは自由です。なるほど。昼夜の例題はどんなのかというのを聞いてみたい。はい。判決大名人、昼夜さんの例題。追っかけろ追っかけろサザエさん、お魚くわえたドラ猫を、ああ逆になったの、ね、なるほど、いや、まあ、ちょっとありものをいじるパターンでやってみました。なるほどちょっともう一つ考えてたのが、さっきの紅生姜の発言だったので、ちょっとやめときました。そっちも聞きたいな。まあ、あえてちょっと参考ネタとして、よけろよけろ紅生姜、ピンクに染まったとこまでも、あ、私の気持ちですね。なるほどね私の気持ち、一応2つ用意しておいて、たこ焼きでも外してもらう。そうなの、はい、ちょっと生地にピンクがかったところもこう、紅生姜が嫌いじゃないんですよ。紅生姜だけやったら食べるんですけど、牛丼に浸食したりたこ焼きのをかき回すのが許せないんですよ。身勝手、わがままなんです。紅生姜でも好きなんだ。紅生姜好きなんですよ。知らんがな。
な。それはそれだけで食べれるんですけど。なんか別にしてもらったらいい、ね。だからたこ焼きでものっけてくれ。へー、はい、本日はここまで。